締めラーメンならぬ締めそばで富士そばにしてるんですよね。まあとある富士そばですけど、いや今からこのそばが来るんですけど、まあ来ないからにはね、なんどうしようもないですね、おさん。ね、この楽しそうね。まあね、まあこの待つ時間が一番楽しいですよね。なんでも昔からあのファミリーレストランに連れてってくれた時、親どもがね、親ども。ああいう時の待ち時間が一番楽しいですよ。何が来るのかな。あのうちの親が何を頼んでくれたのかな。で来たらびっくりするんですよ。あのチキンナゲットとか唐揚げみたいなとか来るんですよね。それが今来ますから。大人のファミリーレストランみたいな感じ。今大人やってますもん。この何もメニュー来てない時にこういうふりをされても、まあこれはもう実力の見せ所ですかね。そうです、はい、皆さんの見せ所なんです、はい、何もないそばに向かって話してますか。いい、はい、ザスザスマス。まあけど富士そばのお水ってちょっと違うんですね。ちょっと硬いんですよ。わかります。硬い水、柔らかい水道水。水道水じゃないんですよこれは。ちょっと滑らかな感じがするんですよ。多分来たら分かると思うんですよ。まあ、ここは江東区なんですけどね。江東区のその富士そばさんとか、富士そばさんとかに来たら多分そういうのが実感できるかな。まあ多分江東区ですよ。まだ。あ、来たじゃない、お父さん。はい。